今回紹介するのは「仕事消滅 AI の時代を生き抜くために今私たちにできること」という本です。ロボットは性能が上がってもその数がボトルネックになるために仕事消滅についての人類の本当の敵にはならない。この本の読者の年齢が最年少でも15歳程度だとすれば大半の読者の一生は 汎用タイプの人型ロボットによって仕事が消滅する危機からは無関係に終わることになる一方で AI は違う人類を超える汎用的かつ世界最高レベルの頭脳開発されればそれは数十分でデジタルコピーできるだから本当に心配すべきは肉体労働の仕事ではなく頭脳労働の仕事だ仕事消滅は2030年代以降 主にに頭脳労働者のの職場で起きるることになるのだ解決策まで示された必読の一冊「全著シンギュラリティの経済学」で提起された論点に対しての現時点での答えすっきり分かりやすい校長ですいつものように優しい事例も多数で読みやすい順に仕事はいつ消滅するのかなぜ消滅するのかどの順序で 家庭で何が起きるのかそして自分や友人ににはどんなな影響がディストピアになるのかそうならないための提言という構成簡単な仕事でなく難しいと思われている仕事からなくなる犬と猫が失業する科学者芸術家や経営コンサルタントも失業。 としかも思ったより早く消滅していくディストピアでなくユートピアに向かう解決策としてロボットに給料を払い国がそのまま配分するというアイデア正しいアイデアでベーシックインカムとも共通するのであるがこれは全体最適を考えた課税と所得の再分配政治。 経済学という日本が弱い分野でリーダーシップと実施が必要になり間に合うかが気になるちなみに最近ノーベル平和賞のマナラ,ラさんが進学したのはオックスフォード大の看板学部 PPE= フィロソフィーポリティックスエコノミクス哲学政治学経済学でこのような共通の教育。 トレーニングが制作決定者に必要ホットトピックがテーマで類書はたくさんあるが解決策が明示されているのは珍しく必読の一冊以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします